こちらですね、マイクロ USB と USB コネクタの両方を搭載いたしました Android スマートフォン用の USB メモリとなっております。実際にですね、デモをお見せしたいと思います。スマートフォン上で使うのにアプリケーションを使ってファイルを動かしますので、その時に使うものはですね、メイテクのファイル管理アプリでも使えるんですけれども、サンディスクが無料で提供しております。サンディスク、メモリーゾーンというアプリがあります。横のところにスライドのスイッチが付いております。マジっすか。このスイッチですね、ちょっと強めに押していただきまして、左右にスライドさせていただくとコネクタが出てきます。で、横まで、1回まで行きますとカチッとなりますので、そこでコネクタが固定されますので、そのように動かしてみてください。で、一方のコネクタ、マイクロ USB のコネクタを出していただきまして、スマートフォンの方の、マイクロ USB のポートに差し込んでください。そうしますと、自動的にアプリが立ち上がります。こちらホーム画面になりますけれども、内蔵メモリーと今、デュアルドライブ USB の、メモリーの中が見えております。大体どのくらい使っているかというのが一人で分かるようになっておりまして、こちらにもしマイクロ USB が入っていれば、マイクロ USB もここの並びに入っています。で、内蔵メモリーをクリックしていただきまして、中を見ていただきますと全然あると思うんですけれども、音楽ですとか写真ですとか、あとドキュメントですとか、そういうのをですね、アプリの方で自動的に仕分けをして表示してくれますので、非常にコンテンツの管理が簡単になっております。で、これをですね、じゃあ内蔵メモリーからデュアルドライブの方に移す場合ですね、コンテンツを何か選択して長押ししていただきます。長押ししますと、メールが出てきますので、デュアル USB ドライブにコピーとしていただきますと、これでコピーが終了ということになります。もちろん、複数のファイルも。で、もう一つ便利な機能としまして、ホーム画面に戻っていただきまして、右上のメニューからですね、こちら、右上のメニューをタップしていただくと、バックアップ復元というメニューがございます。こちらクリックしていただきますと、今、スマートフォンの中に入っているものをバックアップすることができます。で、設定の変更というのをタップしていただきますと、デュアルドライブに保存しますというのを選んでいただいて、じゃあ何をバックアップしますかということを選んでいただきます。連絡先なのとか写真なのか選んでいただいて、で、インスタのバックアップ情報を押していただくと、もう USB、デュアルドライブの方にバックアップされるということで、バックアップも非常に簡単になっておりますので、ぜひこのデュアル